お世話になります、テッシーです。メタルマックス鈴木をやってまいります。ヘルゲートの北に向かいたいと思います。で、もうぶっちゃけもうクリアできるんですよね。オッツ自信です。ほう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 、怖いなぁ、地震怖いっすよね。でもぶっちゃけクリアできます、もう。もう分かってる方は分かってるとは思うんですけれども、まあそれがね、なんていうか、いいところでもありますよね、メタルマックスの。これ何しようとしたの？複合ブロブバルカン。あー倒れねえのか、そりゃ痛えな。かわされて逆に良かったっすね。どんどん逃げろ逃げろ。うわ、ハイエナめっちゃかわす、いいね。ういー、うわあ、お、モンスターいなかった。モンスター今初めてですね、このメタルマックスで。対象がいなくなるとダメだと。でこれね、多分爆弾飛んできます。あ、飛んでこ、あ、こっちじゃねえっすか。まあここ行きましょうね。とにかくもうクリアできる状態ですね、はっきり言ってしまえば。でどうしましょうかね、各種のイベントというか、まあ、クリアした後に逆にね、クリアした後に行くっていうのもね、全然ありですからね。まあでもやっぱ残しといた方がいいですかね、最後の敵は。曲とかもありますから。うん、なので、まあ、今回はね、ちょっと、最後のダンジョンの、おお、砲台砲台爆弾飛んできましたね、これの探索に行きましょう。ウィー、オーケー、よし、だいぶ減りましたね。これなんかビーム飛んでくるんじゃない？右か左かでなんかありそうだけれども、はい、いいね。これで、これはなんだ？お！ああ、そうそう、レンズいいね。これ多分最後のレンズだね。これはどうなん？ああ、これコンピューターで開けるのかな？もしかすると。これですね。ああ、マスター、ノアに緊急アクセス。番号がわからないとダメというやつですね。骸骨、ドクロ、いっぱいある。まあなんかありますね。わからさまに怪しいですよね。で、しかも敵が出ない。張り紙、読めるかな？読めないと。ここも開かないと。で、エレベーターだと。まあ今、コンピューター4つね、ありましたけれども。まあ一つ一つ行きましょうか。DD パイナップルはいらないですけどね。バズカホ、ここで手に入ったか。やりましたね。サムに買わないで正解。バズカホは？あれ？あ、いいのか。バズカ砲はサムに渡しましょうか。テッシーは濃縮メチル持ってるんで。あれ？サム、バズカ砲装備できない。そうなんだ。マジかよ。それはちょっと寝耳に水というか。
いや前のね動画で多分サムの最強装備武器がバズカ砲だと思いますみたいなことを言ったんですけれども違いましたね。じゃあサムまあほとんど最強装備なのかな、もしかするとちょっとわからんすけれども、敵が出てこないのがいいですね。コンピューターがある。おっと出ましたね、デストロイド。ダストフランケンの強いバージョンでしょうか。まあ同じぐらいの強さかな。弱い弱い弱い。まあ戦車だから分かんないですけどもね。で弱い一発でも硬いっすね。このねコンピューターパソコンはねちょっと全部調べていきます一応。あほら来た、マスターノアに緊急アクセス、ナクサニムム、ナクサニムム。ちょっとナクサニムム、これメモっていいですか。ちょっとメモりますね、すいません。ちょっと今メモ帳ガジガジガジ落としてますけど、ちょっとメモります。ナクサニムム、ナクサニムムでしたよね今。ナクサニムム、オッケーです、すいません。うわ来た、ロボポリス。こいつが雑魚で出るっていうね、やっぱ戦車強いですね。100とか200食らってたダメージが30とか40、まあ100近くはあったんですけど、ね、それで抑えられてるんでね。でしかも1ターンで終わるっていうね、全然強さが違う。今更回復ドリンクいらないんですけどね、使っちゃいましょう。間違えた、まあいいや。お青自販機故障中一生故障してるだろうっていう、もうあとはもうないのかな。まあ雑魚っちゃ雑魚ですけれどもね、ずっと続くとなるとね厳しいですよねやっぱり。よしよしよし、ホワイトボードなのかな、わかんないですけれども。でこっちに来るっていうわけですか。まあ右と左に研究ノート、なんだ研究ノートって。研究ノートのページをめくった。進行する地球環境の汚染と破壊を食い止めるために、我々はかつてない情報処理能力を持ったスーパーコンピューターを作り上げた。有機高分子、有機高分子素子による三次元処理、ノイマン・ナルノイマンの多元構造を持つアシンクロニアスニューロコンピューター、我々は迫り来る破滅から人類を救ってくれと願いを込めてこのコンピューターをノアと名付けた。日記が止まっております。だまあ最初の方バイオハザードと言ったんですけれども、バイオハザード的なことが起こってって言ったんですが、なんすかコンピューターですよね、それが暴走したんだと。まあ、世界観はやっぱりその人間たちがすごい、まあ自分の生活を良くするために環境破壊とかね、そういうことをどんどん繰り広げてしまって、で地球がちょっとやばくなってきたと。それでそれをなすすべないので、人間ではなすすべがないので、そのスーパーコンピューターノアを作り上げたと。でもそれがね暴走しちゃって、逆に人間をさらに脅かしてしまっているという現状ですね。
で今ここで下砲台ありましたね。ありましたよね。これどっかで見たことありますよね。これ多分これ戦闘になりますね。戦いましょう。来たビッグキャノンこいつが今やもう雑魚ですわ。本当にそこまで雑魚ではないけど、はい倒した。1ターンで1体。これがねまた RPG の本当にいいところっていうかね、あのテッシーとサム2人でワイルドバギーと、まあ、モスキートだったんですけどもね、めっちゃ苦労したのが今もうこんなに楽勝というかね、こんな感じですよ。いやー気持ちいいですね。多分1台ぐらいはあるでしょう。パスワードは一番奥か。さすがだ。うわーやるねー全部ダーミーやるわ。なるほどね、そういうことになりましたか。そう簡単ではないっすよね。うん、やるな、ノアやるな。これ何、これ大丈夫なん、これは関係ないと。曲がもうねいいっすね。フリーザのあのマンモスタンクがいた地下と一緒ですよね。ちょっとなんていうかもう人間が住む世界じゃないっていうことを表しているというか、あのツマクが爆破したビルもこう、まあ、ビルとかこういう音楽でしたけれどもね、素晴らしいですよ本当。テリレン、このテルテンのところがねもういいっていう、テリレンテリレン、これねなんていうかもう得体の知れないところですよっていうことをね、示しているとは思うんですけれども、これ多分砲台全部落とすと砲撃がなくなる可能性がありますね。なんか倒してもなくならなかったような気がしないでもないけれども、ういえ、あの時はよくやってくれたな。よし、人間じゃねえといけねえところがあったね今。また回復ドリンク、どういう教育受けてんのじゃ。まあエナジーカプセルの方がいいんですけど、まあまあちょっともったいないという、ここ人間じゃねえといけないところ。ああなるほどね、どうしましょう。ロボポリス出ますよ、ロボポリス。ていうか宿屋止まってねえから、サムの HP が157しかない。一個上は、あー、壊れてるやつか。微妙やな。まあ、行ってみます。お、これ絶対そうですよね。エアロックルーム汚染レベル0、コンディショングリーン、どういうこと、なんもなしかい。お、なるほど、血染めの手、うわー ページをめくった、全部地下にやらせているっていうね。何が起きたのか、セキュリティシステムの反乱、マスターコンピューターノアの機能に異変が生じたのか、コンピューターが意識を獲得した。そうですね、それを確かめるためには1階の4つの端末機に4つのパスワードを打ち込まなくてはならない。これ今はまさに私がやろうとしていることですね。だがセキュリティロボットに見つかれば間違いなく殺される。ああということですね。あ、来ました、
緊急アクセス519982ですね。これ2つ目ですね。この右はもう本当にハンターソルジャーでもこのセキュリティロボットに殺されるから嫌だわ。頼む、出ないで。よし、勝った。まだもしかしたらあるかもしれないですけれども、頑張っていきましょう。4回ですね。お、砲台ちゃん、経験値2000っていうのが結構いいかなと思ってまして。うぃー、戦車もね、もうちょっと 花のある色だったら楽しかったのかもわからないですけどもね。まあまあまあ、これでひとまずはこれでいきましょう。なんていうか、メタルマックスはやっぱりね結構好きなんで、もしかしたらガチでクリア後なんか探索とか、多分ね埋まっているアイテムとかの探索とかねしたいかなとは思ってます。まあ本来というかボスとか行く前に探索しておくと楽にね、もっと楽にクリアできる感じではあるんですけれども、まあね、クリア後でもいいのかなっていうね。それでね、もう一回ボス行ってもいいかなと。でもボスの倒し方そんなにね変わんない気がする。なんていうか、何これ、なんか栽培してんな。これ遠、うわ、これ森、林扱い。うわー、引っ掛け、うぅー、これ51ぐらいでしたっけ、こいつ。これでいけるかな。ちょっとハンドバルカンはダメだな。お、ダメージ受けない、弱いか、もしかして。よし、こいつだったら大丈夫。 OK。 あ、でここに来られて下にありますね。ここにいるのは全部セキュリティロボットだと。195874、はい、 OK です。あの昔アルバイトでお金に関する仕事を、なんでお金に関する仕事って、うーん、なんていうかね、まあ法律事務所ですね。で債務整理っていう仕事をやってて、まあ借金がね、いっぱいしてしまってちょっと返せなくなったりしてる状態、まあ、自転車操業になっちゃってっていう人の、それをどうしようかっていう仕事ですね。まあ、今もまああるっちゃあるんですけれども、よく過払い金請求は残り10年、なんか10年ですみたいな CM、 テレビ CM とか多分聞いたことはあると思うんですけれどもね、まあそれに関する仕事とかやってまして、まあ、なんで急にこの話したかっていうと、このセキュリティコードのさっきの195874とか、なんか残りの残額とかがそういった数字っていうのがあって、まあ数字で読み上げますとか言ってたんでね、ちょっと思い出して、うわーターボカルメンこんなとこにあった。まあいいわ。これ倒しましょう。まあ、ちょうどね、この6桁、何十万円とかね、そういったんで、ちょっと思い出した感じですね。で、なんか50何万とかが、まあ、4社、5社になってくると、2、300万で、ね、まあ、5年とか、まあ、どんどん返しても利息で全部消えちゃうと。50万借りて
50万借りて、まあ、1万円ずつ返していくとしますよね。そうすると結構最高の利息取ると全部で90万円ぐらい返さないといけない計算なんですね。でそれをちょっとまあどうすんのやって、もともとお金ないのにそれ以上お金出してどうすんじゃっていうね。ドラゴンスプレー、なんか地球ありますけど、メタリックスーツもここで手に入るんかい。何これ、なんでこれだけ、あ、これだけ色違うかと思ったら向こうも色違ったわ。どういうぜ、うーわ、絶滅絶滅絶滅、あ、絶滅した地球を表してるってことなのかな、もしかして。怖い、何、超怖い。でもこれゲームで上から俯瞰してね、もうやってますし、まあ初見じゃないんで、まあなんとなく分かってるからいいんですけど、実際に現場行ってよ、こんなわけわかんない基地みたいなとこ来て、パソコンに絶滅絶滅絶滅とか、生態系に重大なるダメージとか、こんなん見たらマジビビるわ。重大なるダメージ、こっからでも調べられるのかな。ダメっすね。生態系の生存確率 5% なお減少中。ああ、もうこの世界、メタルマックスの世界が終わりますってことで、絶滅絶滅絶滅っていうことですよね。なるほどね、いずれ滅びていきますよって、このまんまの世界だと。そのメインコンピューターノアをどうにかしないとっていうことですよね。重大なるダメージ、もうこっちアイテム欄がなくなってきたんで、そっちの方が重大なるダメージなんですけど、手にパラノイアはね、多分こいつって言っちゃいましたね、ごめん、チカちゃん、チカの装備です。装備、うん、メタルマックス2でも出てきて、ほらこれ結構ね良かったんで、全体攻撃ですね。でも全体攻撃なんで攻撃力下がると。まあでもちょっと持っときましょう。パスワードのメモ、これ絶対これじゃん、もうどうしよう。満タンドリンク、なんか、うーん、地下エナジーカプセル、よし。あ、じゃあこのパスワードのメモが4つ目ってことかな。542397、542397、 OK、 これで4つ揃いましたね。そんでもって下の4つのコンピューターのとこに入力すれば OK っちゅうわけですな。ノアのところに迎えると。うい、6階はちなみに、あ、屋上みたいな感じ、すごいだだっ広い、いいね、こういうの好き。なんかバーベキューとかね、楽しそうじゃない。敵は出る、あー、空から飛んできたっていうことですかね。これちょっとなんかあれなんで逃げます。すげえかわしてくるじゃないですか。でこっちエレベーターで、まあ落ちることもできますよって。なんか隠しとか、こういうところにね隠しはないような気はする。はいはいはい、じゃあ一回戻りましょう。頑張るん、
何頑張るん？倒せるのかな。なんか青いあの UFO に似てますけれども、倒せるかどうかちょっと。お、攻撃してきた、攻撃してきた。レッドウルフの弾数がちょっと少なくなってきたので怖いところではあるが、ホロチャージがあるからまあ大丈夫でしょう。でこれでね、パスワードを入れます。ナクサニムム、ナクサ、 OK。 セキュリティロックを解除します。順番はバラバラでいいと思うんですよね、多分1個ずつ入れていけば。で、ゴイククヤニ、ゴイククヤニと、ふーで間違えるとこいつが出ると、あれ？じゃあもうパスワードどこでもいいわけじゃねえのか。たまたま1個目は1個目で合ってたけれども、この野郎。じゃあ残りの2つを入れてってことか。ちょっと段数をね抑えて、よしよし、レベルは上がっていく。この野郎、いくごやなよ。違う、あ、よかった、やり直しは大丈夫。いくごやなよ、オッケー。おー、なるほど。それはちょっと厳しいんじゃないですかね。この順番は適当でええやんっていう。おいく、くやに。あー、2分の1で間違えるという。ちょっとホロチャージでいこう。まあでもこいつね、お金と経験値結構高いんで、そこはいいかなと。あ、会心効かないやつか。1200と1900ですか。まあ、一生ここで戦ってもいいかな、みたいなね。OK と。で、最後ですね。ここで、ゴイククヤに。これだけ入んなかったんで OK と。で、真ん中の扉が開くはずです。これ開かなかったらびっくりですけどもね。おっしゃ、開きた。で、こことかには何もないのかな。ちょっとコンピューターだけ全部調べていきます。で、多分ここに乗っかるといけるんでしょう。何もなさそうですね。そうしたら、よし。ほい。はい。すごいダンジョンに来ましたけれども。はい。では、次回の動画でこのダンジョンの探索をしてまいります。動画の移動をよろしくお願いいたします。失礼いたします。